この動画は、8月2日、豪雨でやられるちょうど前日に撮りました。美しい路線の1日でも早い復旧を願い、この動画を出させていただきます。というわけで新潟県、新津よりこんにちは。本日は磐越西線の新津から会津若松までを乗っていく動画です。磐越西線自体は新津から郡山までなのですが、この路線は電車と機動車が入り混じってまして、それが会津若松で変わるのでそこ分割で、首都圏で言うと八高線みたいな感じです。ま、会津若松で運転見合わせを食らったからというのもあるんですが、運行車両は GVE400系。国鉄時代の機動車を1台残らず駆逐すべく、2019年から運行開始、E331系などといった、E 電で培ってきた豊富なノウハウと技術を活かしての車両です。というのもこの車両、ディーゼルエンジンと発電機を組み合わせて走る、電気式機動車。言ってみれば電車みたいな走りを見せます。詳細はもう少し後で。で乗ろうと思ったのですが、ちょうど進行方向反対側に、面白そうな車両が、どうやら C57 機関車に牽引される、12系をリニューアルした車両のようです。この路線には SL 磐越物語号という名のもと、SL が走っています。動く SL は全国的にもレア。加えて客車も、大正時代の雰囲気を出しつつも、老若男女楽しめるように改装されています。走る貴婦人、と呼ばれている C57 号機と、この由緒ある客車、12系客車により、磐越西線、森と水とロマンの鉄道は、支えられてきました。ちなみに C57 は定期検査の都合上、今年度の運行が終わったら、2023年夏までお休みを取る予定でした。悲しくなる前に乗り込みましょう。ローマ字がギリギリ入らなくて、スクロールしてますね。まずは電気式機動車が奏でる、機動車らしからぬ音をお楽しみください。JR 東日本をご利用くださいまして、ありがとうございます。この列車は普通列車会津若松行きです。この列車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。こういった電気式機動車は、国鉄時代に試験的に導入されはしましたが、重量やバスに使いどころわからんというので、結局混用を発揮することはありませんでした。JR に変わった今になって導入に踏み切れたのは、車両、機自体の軽量化、小型化が進んだり、前述したような技術の蓄積だったり、とにかく、そうした車両を導入するにあたり、時が来たから、なのかもしれません。なお GVE400系は、H40 よりちょい小ぶりですが、重量は数トン重め。でも許容範囲内、その上で定員数は大体同じに抑えています。そこら辺はしっかり、座席数ですか ?36 しかありませんが、まあでも、この路線なら秘境区間まで来れば、ぶっちゃけ2両つなげれば足ります。ちなみに最高時速は、H40 よりもわずかに速くなってます。現在はローカル線をメインに活躍している GVE400系。国鉄車を置き換えるための新参者ってのもあってか、まだ首都圏近線では走っていないっぽいですが、今後、JR 東日本の非電化区間をどう動かしていくかの動向が気になるところです。首都圏線内で一番、可能性ありそう、なのは八高線じゃないですか?というわけで東新津到着。新潟市の秋白、新津ら辺でよく見られるアザレアが、ちなみにピンクのアザレアの花言葉は、青春の喜び。皆さんも青春18切符片手に、喜びを噛みしめに行きましょう。地獄旅でも、到達した時の喜びがあって楽しいですよ。さて次は新関。この駅を出たら、新潟市を出ます。そういやまだ磐越西線の説明を全然してこなかったので、早くやっちゃいましょう。磐越西線は新津から会津若松を経て郡山に至る路線。新津から会津若松までは111キロです。とろめ、その沿線の春夏秋冬を問わない絶景から、森と水とロマンの鉄道とか呼ばれてます。もともとは旧国名、福島県西部の岩代の国と、新潟県を指す越後国を結ぶということで、この路線は磐越鉄道と呼ばれ、鉄道国有法による国有化後は、磐越線へと名前が変わりました。すでに開業100年を迎えた磐越西線の歴史は深く、磐越鉄道時代からかなりドラマチック。東北本線と北陸地方の線路をつなげば便利と考えられ、優先度が高い路線とみなされたのですが、手段は東京と新潟を結ぶこと。となると距離が短くないと意味がないです。長い方が面白いじゃん、ウッフとかそんなこと言ってらんないです。
そこで当初は元宮を結ぶ予定だったのですが、郡山経由の方が近いな。ということで、後から郡山経由に軌道修正。そんな紆余曲折があって、施設の許可が下りました。そんなこんなで始まった建設ですが、新津側からじゃなくて、郡山側から始まったそうで、会津若松から郡山の区間が開業した後で、会津若松から新津が両サイドからじわじわ開通。それはいいんですが、郡山と喜多方の間は、少々資金なんで、5年ほど滞りました。国有化後もコツコツ工事が進み、大和、野沢、西側からは間下ろし、津川、と、じわじわ開通。ちなみに新津側の方の路線は、最初は信越本線の支線という立ち位置でした。それから県境越えの険しい30キロほどの区間が最後に開業して、全通。信越本線の支線扱いだった区間もまとめて、新津から郡山まで全部関越線と呼ばれるように。それから1917年、同じく郡山から東に伸びていた平郡線とともに解消されます。平郡線は磐越東線に、関越線は磐越西線に。それからその経路が重宝されるようになり、急行や特急が行き交うようにもなりました。上野から磐越西線経由の夜行列車で新潟まで行くと、12時間弱程度で着くようになりました。血眼になって速度を追い求め続け、夜行列車が廃止されてきた現代となっては、磐越西線にすら夜行列車が走っていたというのは、ただただ驚きです。でも時代が進むと、急行も特急もだんだん廃れていきます。悲しいローカル線の宿命を背負った磐越西線は、20世紀の終わりには快速滑空ばっかりに。そんな中に津市民が、小学校に生体保存されていた SL に目をつけます。すげえ小学校だなというのはさておきまして、その SL はかつて磐越西線で、普通列車を牽引した経験があったのですが、それが大宮工場で胴体復元されまして、1999年にまた磐越西線の線路に戻ってきました。もはや特急列車などは走っていませんが、SL が走る全国的に珍しい路線として、多方面から支持を集めるようになりました。私の場合も例外ではありません。この路線に乗るのは2回目です。あ、GVE400系が導入される前は、H40が走る数少ない路線としても愛されていました。以前乗った時は快速、阿賀野、に乗車したこともあり、H110系に当たってしまいましたが、それでもありとあらゆる駅を飛ばす、快調な走りを見せてくれて、乗り応えがありました。具体的には、新津の次が3駅ほど飛ばして、ここ5000駅でした。ってレベル。まああれも急行列車だったんですが、例のローカル線の宿命を背負った快速でした。ですがこの会津若松から新津の快速は悲しきかな。2022年のダイヤ改正をもって廃止に。ぶっちゃけ線形が微妙で速度が出にくく、換算区間でも容赦なく通過するので、入荷自体微妙でしたが、現在、県境を超える区間は、1日ほんの7往復のみ。でも逆に、味わい深いローカル線へと進化を遂げていきました。地域住民の足としても、観光路線としても使われている磐越西線。今後も愛されていく路線になることを祈ります。ざっくり説明終わり。廃線の危機については、もう少し進んでから説明、考察します。さて、列車は150万本のチューリップが有名な五泉市を東へ東へと進んでいき、ここから少しだけ本数が減りまして、次が猿和田駅。五泉まで来ましたがボックス席が開かなかったので、ちょっと覚悟を決めています。そしてこの駅間で早出川を渡ります。阿賀野川に注いでいく川、昭和時代の豪雨の影響を受けて、ダム建設まで行われた一級河川です。ダムは洪水抑制だけでなく、しっかり地域への水の安定供給や、水力発電もしてくれています。自然が猛威を振るうことだってありますが、うまく付き合えば味方してくれたり、まあ人類が勝手に自然を開拓しておきながらやれ味方しただの言うのは大変おこがましいと思う。猿和田で運よく一人掛けボックスにありつけました。椅子という文明を生み出した人類は最高です。あがめたたえましょう。結構びっくりしたんですが、窓縁というか窓枠というか、この窓のスペースがやたら広くなっているのは、だいぶ評価が高いです。ブラインドこそないんですが、H40 と比べてもこれは改善点かも。窓は内折れ二段窓のようで、デザイン自体は二昔くらい前なんですが、国鉄型の名残として割り切っておきましょう。座り心地は E233系チックですが、特筆すべきは足元。シートピッチは約1650mm。H40 の1470mm と比べると、圧倒的。足を向かいのクロスシートに乗せることを防ぎ、姿勢と治安を強制的に良くする、最高の椅子です。さて次は間下ろし。間下ろし止まりの列車も少しあります。間下ろしがターミナルというよりは、ここからちょうど山深くに入る点での、需要の問題かもしれません。同駅からは阿賀野川に沿って進みますので、絶景を味わえるのも間下ろしからです。ところで快速、阿賀野、を走らせた上で、阿賀野川にもがっつり相場熱再線ですが、
阿賀野市を通ることは一回もありません。ギリギリかすりそうではありますが、意外と使われていそうな幻駅を出まして、次が佐久花駅。萌え系漫画のキャラクターにいそうな感じの名前してる駅名です。この辺りで柴田、小出工場線をまたいで、秘境の人とか言われているフォッサマグナを抜け、ここから進行方向左側っていうか、北側に目をやると、見えてきました阿賀野川。年間流出量日本2位を誇る阿賀野川。上流の福島県内では、阿賀川と呼ばれている川。ここから北方の手前、大和の辺りまでは、阿賀野川、阿賀川に沿って進んでいきます。と同時に、飯豊山地と越後山脈の間を縫うようにして走りますので、この辺りから線形が、現代人の卑屈な心のごとく、無念無念に曲がっていきます。というわけで佐久花駅に到着。ちょっとした温泉旅館が並んでいる地域だからか、少しオシャレな雰囲気が漂っている気がします。さっきの幻を差し置いてまで、SL 版越物語が止まるくらいの駅だからってのもありそうです。というかこのホームから見える駅舎が、どことなく大正ロマンっぽいような。わかります?わかんない。そうですか。相変わらずの滑らかな加速を見せ、次の停車駅は東下城。列車の駅も、道の駅も、高速道路のサービスエリアも、東下城のあたりにぐっと固まっています。やはり特有の地形の厳しさを感じるところがあります。そして佐久花を出ると、磐越西線内最後の新潟県の町、阿賀町に入ります。町を名乗っているくせに、生駅にも新潟市や長岡市より大きい町です。清らかに流れていく阿賀野川、もっとじっくり見たいところですが、こんな風に杉の木か何かで、しばしば邪魔が入ることが多々あります。でも阿賀町は杉が有名です。有名なものが有名なものに遮られている。東北地方らしく、寒さにも雪にも強い杉は、たくさん生えているだけでなく、日本一でかい杉の木である、将軍杉、なんてのもあるそうです。まあ東下城駅付近じゃなくって、この一つ杉の駅のあたりにあるんですけど、で、六鎮塾で晩年を過ごした、とある兵士の将軍からその名が付けられた将軍杉ですが、かつて阿賀野川流域の水運で、生計を立てている人がいまして、新しく船を作ろうとして将軍杉を切ろうと計画したものの、実行当日、杉が切られまいと地下に沈んでしまったので、杉が崇められるようになったとか、それで保護されてきて、今に至るらしいです。阿賀野川見たいのに何邪魔してんじゃボケとか言わず、杉もじっくり見ましょう。森、と水とロマンの鉄道ですので。三河を過ぎて、次は津川。ここからだいぶ線形が悪くなりまして、12分ほど止まらないようです。一人用ボックスからの車窓は、ここからしばらくクソ緑状態になるので、時々反対側へ。で、津川では、津川狐の嫁入り行列なるお祭りが開催されることがあります。というのも、津川の近くにある麒麟山には狐がいたようで、しばしば狐火が見えたそう。で、昔の嫁入りというのは暗い夜に、提灯を下げた行列のもと行われたそう。その狐火と嫁入りの提灯が並行して見えたから、狐の嫁入り行列が生まれたとか。とまあ由来だけ聞くと幻想的ですが、大々的に行われるようになったのは平成から。あらゆる困難が科学で解決するこの平成の時代、被災が40年越しに起こされた理由ですが、それは過疎化と高齢化による地域の衰退。幻想的な理由じゃなく割と現実的な理由でした。津川の地域はそうして、けなげに頑張っています。別に祭りシーズン外でも、狐の嫁入り屋敷という施設があるそうですよ。まあまあ、馬鹿されそうとか思わずに。で、どんどん東に進んでいきまして、阿賀野川すれすれのところを通ります。そりゃあもう電撃イライラ棒のごとく、激しく山と川のすれすれを通ります。で、向こうに何やら不思議な橋脚が残っているのですが、あれは昭和橋の跡。この付近では昭和電工が化学肥料の原料に、石灰石を求めていたのですが、石灰石を取るために作業員が渡るべく、この橋があったとかなんだとか、災害か何かで、現在は橋自体は残っていませんが、磐越西線の車窓の引き立て役としては、大いに役に立っています。言い忘れていましたが、車内表示器は2画面液晶です。ワンマン列車 LCD 特有の、ソイスクロール機能も健在です。でも、キハ40とかいう、車内表示器などどこ吹く風の車両ばっか走っていた磐越西線では、大きな進化です。さて列車は津川駅に到着。ここから先は1日7本の秘境エリア。駅名標や伝統にも大正ロマンを感じて、趣があります。狐の嫁入り行列の駅名標もありますね。あの一度入ったが最後、丸飲みされて帰れなくなりそうな待合室も、大正ロマンなのでしょうか?ついでに駅章についてもう一つすごいって思ったのが、駅によりますし、先ほどの津川では出てこなかったのですが、こういう風に、開く側の扉をあらかじめ知らせてくれる点、割と行き届いているなぁ、といった感じですね。
車内がついてきたので、ドアとドアの間に構えている、すごい位置にあるトイレの探索もしちゃいましょう。とりあえずノックしまして。40F810 と比べると、あらゆるものがハイテクになっているなぁ、って感じ。ロックも首都圏の E531系とかと同じく、ボタンでロックできるタイプですね。で、広そうだなぁ、とは思っていたのですが、本当に暴力的に広いです。この広さならアンジャッシュも、ひとまず安心できるでしょう。安心しないで。というかドットグラデーションの仕切りなどを見ても、機動車版 E235系とするのが一番近いかも。E235系の横須賀線だって、トイレの横は車椅子スペースですものね。正直国鉄型とはまるで真逆の位置にいるような車両ですが、だからこそ親しみを感じるような気もします。言い換えると、車両的な余剰はあんまりないんですけど。車内の雰囲気が首都圏とは言っても、走っている場所はさすがに僻地でして、時折ネットワークが圏外になるので、絶景写真をツイッターに上げる際は、電波にご注意。まあ、特定にも気をつけた方が、いいんですけど。列車はもう間もなく豊井駅に到着。磐越自動車道とは少しそれた区間を、崖のわずかな部分にちょこちょこ点在する、小ぶりな集落の隙間を、ゆったり進みます。この辺りなんて車がないと何もできなさそうですが、昭和時代の半ばまではここに橋すらかかっておらず、車すら持ってくることができなかったそうです。言い換えると、磐越西線が地域の唯一の足だったという強い側面も、今でこそエクストリーム過疎地域ですが、ここに鉄道が通っている意味は大きかったのです。あらー。いよいよ県境を越えます。次は徳沢。油断すると断然に川が広がるのが、なんとも磐越西線らしいです。まあ油断すると川だなんて、普通は使わない表現ですが、でも頻繁に川と交差するおかげで、車両の進行方向どっち側に座っていても飽きません。割とまんべんなく楽しめて最高です。次の停車駅は上野原と同じノリで、上野尻って読みたくなりますが、神の尻、ゴッドのそれみたいな感じの駅名ですが、その実は悲しく、去年無人駅になりました。傾向となるのかみのお尻と、ここいらでやめておきますか。ちなみにすでに福島県内に入ってますが、まだ新潟支社の管轄です。新潟は食だけでも随分豊かなのに、駅までも県外にずこずこ食いるとは、随分欲張りです。春にはソメイヨシノが咲き誇る、神の尻発電所、神の尻ダムの横を通りまして、もう間もなく列車は神の尻駅に到着。相変わらず軽快に飛ばしていきます。動画側も長くなってきたので、そろそろ飛ばしていきましょう。飛ばしました。ここは野沢駅。ここから本数が回復します。少し遠くには小学校を改築した岩く付きの町役場があり、久々にそこそこ栄えている駅。まあ、乗車人員は3桁切ってるんですけど、ここから東は例の豪雨のため、通区間です。今のところ、代行バスに委ねられています。しかし鉄道の方が定時制、速達制で言えば強い。バスは特に荻野から喜多方の間を中心に、だいぶ余裕を持ったダイヤにしている分、代行バスは磐越西線と比べて、2倍ほどの時間がかかっているようです。まあ時間はかかりますが、地元民として救済措置があるというのは安心。地域住民を中心に代行バスが使われており、改めて磐越西線の需要を伺うことができます。というのも磐越西線の喜多方と野沢の間は、100円稼ぐのにも1800円ほどかかる赤字路線。さっき通った磐越西線の津川から野沢が一番ヤバくて、7806円かかるんですが、とにかくそれを機に、最近では持続可能な交通体系の検討がなされました。言い換えれば、最悪配線。ってノリでやっていたのですが、そこに降りかかった一部普通の豪雨。配線の色は濃くなったように見えますが、地域からは鉄道の復旧を願う声がたくさん出ており、事実使われているし、SL が売りの路線だし、すぐに配線ってことはないと願いたいです。というか、幹線というポテンシャルや、東西交通の要って点でも、復旧させるべきかも。というのも、かつて東日本大震災で東北本線がやられた時、どうやって石油を運ぼうかとなり、その時に東北本線の迂回路として選ばれた路線。それこそが磐越西線です。もし磐越西線がなかったら、震災の復旧は遅れていたことでしょう。そういう、東西を結ぶ重要な線路として、磐越西線が役に立つかも。ってことで、そこそこの優先度で復旧がされるんじゃないかな、と思います。信じましょう。山間部にポツンと小屋があるだけのおのぼり、一面二線から一面一線に縮小された荻野など、私も草も燃えるような秘境駅に、どんどん止まっていきまして、大和を発車、阿賀川とはこの辺りでお別れです。84.5km も離れているくせに、ここまでは新津駅が管理しています。随分広い庭ですね。その後、一の戸川橋梁を越えます。
この400メートルを優に超える一ノ戸川橋梁の歴史は深く、明治43年にアメリカンブリッジ社により建てられたもの。平成9年には緑から黄色に塗り替えられ、今もなお堂々とした佇まいを見せています。なお崩落した。根元から橋脚が崩れてしまった方の橋はこの先、濁り川にかかっている方です。その橋を渡っている時の動画素材ですか？中国からのチャルメラッキが広めた、100年以上伝統が続くラーメンで有名な、喜多方駅に到着。水も米もあるがゆえ醸造業が盛んになったおかげで、蔵の町としても栄えている町です。40代で蔵を建てられないのは男の恥、とか、いかにもブラック企業らしい言葉も生まれました。まあ明治時代に喜多方が火事で焼け野原になった時、後に蔵が堂々と残ったそうなので、現代人が金を神格化するのと同じように、喜多方の人が蔵を神格化するというのは、ある意味で理にかなっている気もします。喜多方についてあれこれ社内からポスターなど見ていたら、フルーティア福島の話題が、郡山と喜多方の間を走る、言ってみれば走るカフェみたいな列車ですね。福島県の名列車、フルーティア福島ですが、喜多方に来なくなる可能性が少なからずあります。というのも、経営や需要の観点から、会津若松と喜多方の間を非電化にしようという考えが、それで、フルーティアに使われている車両は、719系という電車。機動車ではありません。すでに定期の電車運用は存在しないので、フルーティアが唯一の電車運用ということに、肝心のフルーティアですが、今年10月以降の運行計画が未定なのに加えて、そもそも会津若松でスイッチバックがいるという、少々面倒くさい運用という点も、スイッチバックは、フルーティアを会津若松までにすれば、それで解決してしまいます。要は、喜多方まで電化設備を残す意味があんまり、っていうのが大きいです。というか、平日は働いてない運行状態なので、いつ廃止されてもおかしくないです。現状この区間も結構な赤字ですから、設備を下手に維持するよりかは、縮小すべきかも。って考えながら、会津若松に向けて電化区間を進みます。次は塩川駅。普通列車のくせにここら辺からブイブイ言わし始めまして、田んぼの中にある加曽四駅を通過します。言ってみれば通過駅があるっつう種別。この列車が通過する駅。そこに止まる列車もありますが、なんと1日5本のみ。なので、市街地に近い区間が一番本数が少ない、という面白い現象が起きています。というわけでまずはさっと、会津豊川付近を通過。そのまま乳母堂のあたりも通過。ガーラーの、って感じのノリで、米川のあたりから日光の方に伸びる、国道121号の下をくぐります。山間部でのとろい運転が嘘のように、GVE400系は快走を見せてくれます。多分、前景は会津豊川から会津若松の間が、一番いいような気がします。そこ以外がレインボーロードみたいなぐにゃぐにゃ前景ですからね、仕方ない。さて、次はいよいよ終点、会津若松。万越西線は会津若松で系統分離。そこで車両がガラッと変わり、電化区間へ。それと、10年前に同じく、豪雨の影響をひどく受けた、只見線とも乗り換えられます。維持でさえ難しいのに災害の影響も受けやすい、そんなローカル線が、少しかわいそうに思えてきます。ラストスパートに向けて、会津盆地をバリバリ南に進みます。この区間にも通過駅がありまして、それが及川と堂島です。通過駅数で言ったら快速アクティと同じですね。あちらの各地とは種別すら違いますが、郡山に向けてのビル線路と並んで走りまして、新潟、郡山、いわきを結ぶ、万越東西線と少し似たルートを走る、国道49号線をくぐり、それが済みましたら、いよいよ終点、会津若松に到着。向こうには喜多方まで足を運ぶことはなくなった、E721系がお出迎えしてくれています。こちらは半電車みたいな立ち位置ですが、あちらはマジの電車です。マジの電車だから、さっきまで通ってきた区間よりは線形いいのかなと思ったら、別にそうでもない。会津、猪苗代、郡山。それぞれの盆地を阻む山々が急勾配を作っていて、嘘みたいな線形になってるらしいです。電車側も大変。そういうわけで会津若松到着。10分ちょいのライトな動画にするつもりが、25分くらいになってしまいました。というわけで、本日は万越西線を新津から会津若松まで乗る動画でした。北側南側、どっち側の座席に座っても楽しめる、渓谷が織りなす絶景。車両の時代が変わっても、その美しさは焦ることはありません。この区間の万越西線の歴史が終わらないことを祈って、この動画を終わります。
本日は郡山駅前小野インター経由岩木行きの高速バスを